3番線、4番線。ただいま、今日は大津の順に下車し、大津から竹豊線に入ります。そんな困んでいいですね。どうしような、さっき岸辺来たしな、まあ、このまま亀山行きますか。多分、この時間ね、混んでるわけない。一応ちょっとラーメン会場の方見てこかな。吸い取ったらここで来てこ。よし、混んでるな。諦めろ。ここか。あんぱん屋のところか。どんじゃがや。真反対や。観光通りだろ。真反対だ。こんなとこあんぱん屋。違う。できたんや。あっちのアンパン屋と違うんや。遠いな。もういいか、乗ってくか。亀山は18時2分か。遅れてんだ。電車も行ってもらったし、そうそう、こっちは行こうかじゃないと思うもんね。よし、改札窓口席開始。今日のところはこのところで締めて、なんていうか山も落ちもないなんとまでですけど、まあ一応亀山に来てますけどね。さあ、ちゃんだ。1キロ、ジオン寺と野村一律か。ああ、一律か。
赤目はお上司だ。あまあまあまあ良心的なところですね。よし。よいしょ。よし。ってことで戻ってきました。しまこのあたりでね、動画の方も締めましょうか。亀山駅もまたガラッと様変わりそうですね。よし。ということで、まあ、これくらいで今日は締めさせていただきたいと思います。ちょっとか快活クラブやってちょっと休んでみたいから帰ろうかな。コミングラー見てそうしようかな。では以上で締めさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。何がどういう構成になってんだろうな。わかんねえや。